あそこの分譲地を買った人間が次々と事故や病で亡くなってしまう。不動産業を営む友人から相談を受けた一致は、知人の霊能力者と共にその謎を調査する。その結果明らかになったのは、身の毛もよだつ驚愕の事実だった。ある新興住宅地で起こった出来事です。そこはバブル期初期に計画ができ、既存の鉄道路線に新駅を作り、広大な農地を住宅地へと作り変えて、駅の近辺には、高層マンションやショッピングモールなどできるはずでした。しかし、そのうちバブルも弾けてしまい、新駅を中心に住宅こそそれなりに作られたものの、高層マンションやショッピングモールなどは建設が中止になったため、住宅地と住宅地の間に農地や空き地が所々に見られる、ちぐはぐな街となってしまいました。小学校以来の中で、今は不動産業を営んでいる奴がいるんだけど、仮にそいつを秋葉氏としておく。で、そいつに飲みに誘われた時、その席で言われた。うちで分譲した新旧地区の区画なんだけど、そこの建て売り買った人やその家族が相次いで、出るんだよね。数日前にも一人、だ。新旧地区とは、この住宅地がある場所で、旧町の新街区だからこう呼んでいる。どんなような、見方をしているかといえば、秋葉曰く。分譲が全部終わって、一年かそのくらいはなんともなかったんだけど、それから事故、病、で二人が立て続けに、だ。それからさらに一月ほどして、四人まとめて自動車事故で一家全滅。まあ、このくらいなら偶然とも取れなくはないんだけど、その後三ヶ月足らずの間に、さらに二人が事故や病気で、出いる。病、の中にはそれなりの年齢の人もいたけど、異常だろ。約30件のうち半分近くが、わずか半年足らずの間に葬式を出しているという。確かに異常。今では何かのたたりじゃないかと、その区画の人は全員と言ってもいいくらい怯えている。クレームも多くなってきてね。で、何やら怪しげな話が好きなお前に、相談しようと思ったわけだ。不動産屋の秋葉にとってこれは一刻も早く解決したい事案だろう。だが、お寺や神社などに行くならわかるが、どうして一致に相談したのだろうか。確かに俺は怖い話は好きだけど、霊がわかるわけじゃないし、ましてやお祓いや除霊の類はできない。でも興味があったから、一応一通りのことは聞いてみた。その分譲地に、何か曰くはなかったのか？詳しくはわからないが、なかったと思う。地鎮祭はやったのか？もちろんやった。その時神主は何も言わなかったのか？その場にいなかったのでわからない。棒が相次いでいるのはそこの区画だけなのか？その通り。前の地主は何も言っていなかったのか？俺は特に何も聞いていない。亡くなった人の共通性は？今はわからない。お前の親父さんが亡くなったのは偶然か？それは全くわからない。秋葉の親父さんは、一年ちょっと前に癌で亡くなっている。まだ60歳前で、現代なら十分若、二の部類に入るだろう。その区画を分譲したのは、まだ親父さんが社長をやっている時で、分譲が終わってからほどなくして亡くなった。それまでは普通だったが、ある日突然立てなくなり、病院に行ったところ頭に大きな腫瘍が発見され、その後三月と持たずに亡くなってしまった。すでに癌が体中に広がっていたのだという。もちろん俺も葬式には参列している。その後、親父さんの後を継いだのが彼であるが、その区画を分譲している時は他の物件を扱っていて、その時の様子はよくわからないのだそうだ。俺よりも、地鎮祭をやった神主に相談した方がよっぽど頼りになるんじゃないかと言ったが、その神主、でしまっている。なんだそやと思わず突っ込んだが、冷静に考えるとかなり怖い。でも神主、かなりの歳だったからな。それで、うちが檀家になっている寺に頼もうかと思ったんだけど、そこの住職、どうもうさんくさいし、俺とも折りが合わなくてね。誰かお祓いできる人知らないか？自称霊能者ってやつは俺も知っているんだけど、そいつもかなりうさんくさくてね。それでもいい、紹介してくれ。そんなやりとりがあって、自称霊能者である人間を紹介することに。彼を仮に大塚氏とします。友人の相談を受け、大塚という霊能者を紹介した一致。きっとこれで秋葉はもう安心である。ん？自称霊能力者？そして数日後、秋葉、俺、大塚氏の3人で現地へ。到着して界隈を一通り歩いた後、大塚氏が言う。確かに何か感じます。しかし、何か違うというか、何かおかしいというか。やっぱり、こいつ怪しいなと思う。誰だってそのくらいのこと言えるだろ、と心で突っ込みを入れて秋葉の顔を見ると、彼もうさんくさいものを見ているような目つきをしている。対処できそうですか？秋葉が恐る恐る聞く。うん。と首をひねった後、大塚氏は、無理そうです。と一言、まあね、できないのにやったふりをしちゃうよりは良心的かな、と思ったりする。
やはり自称霊能者ではどうにもできなかった。縦売りを買った人たちはこのまま命を失っていくしかないのだろうか。しかし、それから大塚氏は、ある人物を紹介してくれた。その人物は近くの市に住む50代の女性で、大塚氏とは長い付き合いとのことだった。ただ、その人に会う前にまた、謝が出た。ある家の高校生の息子が、急性アルコール中毒で、だ。引っ越しを検討している一家も少なくないとの噂も出てきた。さらに数日後、その女性、上野さんとします、を含め4人で再び現地へ。九段の区画を歩いた後、近くの土地も見てみましょう。と、区画から外へ足を向ける。あいにくの小雨模様だったが、傘もささずに早足で歩き出した。あとう、上野さんは隣の区画を回った後、今度は反対に向かった。そこにはとても小さな公園があり、その向こうは荒れ地となっている。さらにその荒れ地に隣接して、また別の区画があった。荒れ地の前まで来て、上野さんは足を止めた。ここみたいだね。ここ、ですか？秋葉が怪訝な顔で聞く。そうよ。ここがおかしい。あなたも何か感じる？振られた大塚氏も。確かに感じますね。つぶやく。相変わらずうさんくさい感じではあったが。しかし、ここが原因ならば、あそこの区画より、ここにすぐ隣接している場所の方に影響が出るのではないですか？と俺が聞く。まあ、そうなんですが。そこは私もおかしいと思ってます。調べる必要がありそうですね。この土地の持ち主はわかりますか？上野さんが秋葉に聞く。至急調べて、地主を見つけてください。わかりました。で、ぶしつけですが、対処はできますでしょうか？まずは、ここの因果関係がわからないと何とも言えませんね。それを知るためにも地主さんに話が聞きたいのです。職業柄、土地の所有者を探すのは不動産屋にとってはお手の物。その日のうちに地主を割り出したが、その地主、今は隣県に住んでいるという。早速アポを取ってみたところ、日曜日なら会えそうだとのこと。早速日曜日に地主宅を伺った。こうして一致は地主たちと会うことに成功した。そしてその土地では恐ろしい風習があったことを知ることになる。地主は還暦を過ぎたばかりの男性であった。地主を勘出しとします。もっとも、俺は仕事のため行けず、上野さんと秋葉の二人で行った。後から聞いたことはこんなことだった。簡単な挨拶の後、上野さんが要件を切り出す。新旧地区に、神田さんが所有している土地についてのことなんですが。はぁ？それで、あの土地についてご存知のことを教えてほしいのです。いや、私はただ土地を持っているだけですが。最初神田氏は、不信感、敵対心がありありだったという。もっとも、見ず知らずの人間が訪ねてきて、いきなり土地のことを聞けば無理はないのかもしれない。さらに少しやりとりがあった後、上野さんが勤めて穏やかに言った。私どもは、神田さんに金銭的なことを含めて何か要求したり、責任を追及する気はありません。ただ、にわかには信じられないかもしれませんが、あの土地が原因で人の命が奪われている可能性があります。ですから何でもいいので、昔からの言われを知っていたら教えてほしいのです。決してそれを悪用したり、むやみに人に漏らしたりはしないとお約束しますので、どうかお願いします。その時、一人の老婆が部屋に入ってきた。神田氏のお袋さんである。80を優に超えてはいるが、しっかりした人である。その子はあまり知らないから、私がお話ししましょう。ぜひお願いします。あそこは居道なんですよ。神田婆さんはそう話し始めた。まとめると、次のようなことである。いつの時代かははっきりしないが、かなりの昔から、その土地に不幸な出来事に関連するもの、汚れたものなどを捨てる、埋める、ようになった。それは物質的なものだけではなく、気持ち的なもの、いわゆる怨念や憎悪などを、代々捨ててきたという。実は居道とされる土地は全国各地にある。それはかつて、処刑場として使われていた土地だったり、失意の中滅亡した一族が、かつて暮らしていた土地であったりする。ただし、神田婆さんが神田家に嫁に来る頃には、その風習はほとんど廃れており、実際にどのようにやっていたかはわからない。しかし、舅や旦那、亡くなっている、から概要を聞かされており、そこにはむやみに入ってはならないこと、また、子供を近づけてはならないなどと注意を受けていた。そして、その土地を豪地と呼んでいた。なぜ豪地と呼ぶのか、また、どんな感じが当てはまるのかはわからない。豪地。どこか不気味な印象のある響きだ。その土地は神田家の所有ではあるが、管理は集落で行っていて、そういったことは集落全体で共有していた。ただ風習はなくなっても、豪地は集落の主に年寄りたちによって管理され続け、
その集落一帯が新旧地区となって再開発されるまで行われていた。もともと神田家は集落一の地主であったのだが、農地開放で落ちぶれた。ただし落ちぶれたとは言っても、かなりの土地は残り、バブルと再開発の影響で土地は高騰。しかし、土地を手放すことに抵抗していた神田婆さんの旦那、神田家先代が亡くなると、神田氏は土地を売り、それを元手に事業に手を出した。そのうちバブルも崩壊して、事業もダメになり、今はここにいる。高地であるが、そこだけは神田婆さんが売却にはかなりの難色を示し、周辺の家々からも売らないでくれと懇願されたので、そこと周辺の一部はわずかな土地ではあるし残した。そう言われてみれば。と神田氏も言った。そう言われてみれば、子供の頃は高地の周りにあった雑木林で遊んだ時は、親父にひどく怒られたっけ。あと、高地の橋を流れる水路でも絶対に遊ぶなと、何度も言われたな。心配だったんですよ。と、神田婆さんは話の最後につぶやいた。現代ではほとんど詳細がわからないほど廃れた風習。それによってこの一連の怪奇は引き起こされていたのだろうか。状況を鑑みた上野は、さらなる助っ人を呼ぶことにした。上野さんは帰りの車の中で、私にはちょっと手に負えないかも。秋葉さん今日はお時間取れますと聞いてきた。秋葉は大丈夫だと答える。それなら W 氏に行ってほしいのですが。W 氏とは、旧町近辺の市長の中心的役割を果たす氏である。ちょうど良いことに、神田支宅から旧町に戻る途中に通ることもあり、寄り道するには好都合だった。上野さんから W 氏で紹介されたのは、大崎氏という男性であった。ちなみに、次から次へと霊能者を紹介されて、ボラれるんじゃないかと秋葉は心配したそうだが、その時に、上野さんと大崎氏からきちんと説明を受けて、安心したとのことだ。結局その日は時間が遅いこともあって、翌日改めて現地へ向かうことになった。その時は俺も参加した。というより、させてもらった。大崎氏は30そこそこで、背が高く端正な顔立ち。礼儀も正しく好印象であったが、それだけに全然霊能者らしくない。彼は秋葉の親父さんが分譲した区画と、上野さんが目星をつけた荒れ地、つまり、高地を見て買い割った。見歩いている最中は全く無言であったが、一通り巡ると口を開いた。社長、ちょっと協力していただきたいのですが。できることなら、何でも。この土地と周辺の昔の形を調べられないですか？できれば戦前、少なくともニュータウンが計画される前の状態が知りたいのです。できると思います。それなら、お願いします。ただし時間がない。急がせて申し訳ありませんが、至急お願いします。その後、彼は上野さんに言った。ここ、結界が張られていますね。わかりますか？ええ、わかります。でも複雑な形に張られているようですね。どういうことでしょうと、俺は二人に聞いた。いえ、今ははっきりと答えられません。社長が昔のここ周辺の状態を調べていただければ、わかってくると思いますので、少しお待ちください。と大崎氏は答えた。それでは社長、わかりましたら至急連絡をいただけませんか。夜中でも構いませんので。時間がないことを強調する大崎。大崎の中では、この件は事態は一刻を争うことのようだった。翌日、秋葉は大崎氏に依頼されたことを早速調べ上げ、彼に連絡した。そして、資料をファックスで送ってほしいというので送った。結論が出ましたら、こちらから連絡いたしますとのことで、実際に連絡が来たのは5日後であった。その間、大崎氏は彼なりに郷土史を調べたり、神田婆さんに会いに行ったり、新旧地区に古くから住む人に話を聞いたりしていたという。その間、幸運にも霊の区画から、シャワーでなかった。その日の夕刻、大崎氏、上野さん、秋葉、俺、なぜか大塚氏、そして渋谷さんという70歳くらいの男性が、秋葉の事務所に集まった。この渋谷さん、大崎氏が連れてきたのだが、新旧地区の古くからの住人である。本物らしき上野、大崎が登場してから大塚の扱いはどんどん雑になっていくのだった。大崎氏が語り出す。まず豪地とはどんな意味であるか、どんな字を書くかですが、一般的に豪地と読ませるのは豪地、あるいは状況を鑑みて行地などが思い浮かびます。時間がなかったので詳しく調べたとは言えませんが、私の推測ではこちだろうと思います。読んでその通り、小さな子供を意味します。これが訛って豪地となったのでしょう。あるいは、可能性としては高いのですが、わざと訛らせたのかもしれません。大崎氏は渋谷氏に。それではお話ししていただけませんか。と促した。皆さんは知っていらっしゃるようだが、あの土地には意味事を捨ててきた。で、なんでそうなったのかといえば、これは言い伝えだから本当かどうかはわからんが、村八部ってのを知ってるでしょう。
渋谷市の話をまとめると、少なくとも明治より昔、あの地区で村八分を受けた家があった。その売りは天災続きで、村八分を受けた家はとても生きていけなくなった。そこで村人に許しを請うのだが、村八分というのはされた側に問題がある。それなら心を入れ替えた誠意を見せろということになった。そこで村八分の家では、子供を一人一柱に立てることにした。それがどちら側の提案であるかは今となってはわからないが、一番小さい子供に白羽の矢が立った。名主であった官だけが土地を提供し、一柱は建てられた。そのおかげかどうかはわからないが、天災は収束し、その家も村八分を解かれた。しかし、一柱を建てたその土地は、農地やその他実用なことには使えない。祠を建てて子供を慰めようか、という案もあったが、それでは一柱が記憶に残り、子供を生贄にした罪悪感が引き継がれる。そうして、土地はそのままにされたのだが、曰く月の土地であり、いつの頃からか汚れたものや意味事を捨てる地となった。渋谷氏が子供の頃はごっちという人もいたが、渋谷氏がそのように言うと、罰が当たると親に怒られた。ある程度の年齢になった時、ごっちとは子供のことを意味すると教えられた。ごっちを丁重に管理しなければならないことは、集落の各家に伝えられているはずだが、その言われは、親の判断によって伝えられたり伝えられなかったりしているようだ。話したがりとそうでない人がいるように、親がそうでない時は詳しい話は伝えられない。初めのうちは、たたりなどを恐れて詳細に語り継がれていたのだろうが、それにも限度がある。だから、土地の持ち主である神田婆さんも、このことを知らなくても不思議ではない。俺らも、あそこで、人が立て続けに出ているので、多分ごうちに関係があるのだろうと気をもんでいた。俺らはもう年だからいいとしても、そのうち子供や孫に害が及ぶんじゃないかと。自分勝手な考えだが。明治からこれだけ世代が続けば、ほとんど話が風化してしまうのも無理はない。そして静かに土地の歴史を聞いていた大崎が、ついにこの謎の核心を語り出した。ありがとうございました。と大崎氏が礼を言って、再び話し出す。いろいろな地方で、例えば道祖神などにそういったことを肩代わりしてもらう、といったことがありますが、これもその一つの形態と言っていいでしょう。ただこの豪地の場合、は成り立ちが極めて特殊ですが、それで、そうしたことをするためには、何か代が必要になるわけですが、土地自体が強力な代となり得ます。しかし、昔あの辺りに住んでいた人々は、それをさらに強力なものにしようとしました。というより、強力なものにしてしまったといった方が正確かもしれません。彼はここで一枚の地図を取り出した。秋葉が調べた、豪地とその周辺の昔の地図である。これを見てください。これが豪地本来の形です。地図には赤鉛筆で線が引かれていた。以前にあった雑木林との境、水路との境、林地との境界を線引きすると、この通り、人の形になります。しかも、頭の大きな楊枝の形です。おそらくこれは偶然ではなくて、当時の人が意識的に形を作ったのでしょう。祠など、目に見えるものを残すのは嫌だが、それでも罪悪感は残る。それで、せめてもの印に、土地を子供の形にかたどった。その後、この地が意味的な場所となってしまったので、災いが起こらないように、あるいはすでに何らかの災いが起こり、能力のある人物の助言を得て、土地を改造し結界を張った。人型も人形がそうであるように、城としては優秀なものです。つまり、土地を人型に囲い、その上で結界を張り、かなり強力な城としたのです。いや、なってしまったというべきでしょうか。これならば、ここに捨てられた念や不幸は外に漏れる心配がない。城とは、神霊が寄りつくもののこと。人形の他には、樹木や石、動物が城になることもある。ただし、人型は城としては優れている反面、ややもすれば閉じ揉めた念を増幅させて、それが一人歩きしかねないといった欠点もあります。いわば諸刃の剣といったところです。だから、これではこもった念が強くなりすぎて、ある日突然狂ったように暴れ出す、ということにもなりかねません。そこで、巧妙な仕掛けを作った。この仕掛けこそが、誰だかはわかりませんが、能力のある人物のアドバイスによって作られたものでしょう。それがこの水路です。この水路は楊枝の頭に当たる部分を通っていますが、ここの結界をわざと弱くした。そのため、飽和した念や恨み、汚れといったものは、ここから水路に流れ込みます。そしてこの水路は近くを流れるいい川につながっています。こぼれ出た念を水に封じ込め、そのまま水やその他自然の力によって弱めながら海まで運ばれ、拡散される。実にうまい仕組みだと思いますよ。俺もそれは知らなかった。気づかなかった。と渋谷市。ごうちを見たとき複雑な結界が感じられたので、地形を調べようと思ったのです。
こういった言い方は不謹慎かもしれませんが、私にとっても思わぬ収穫でした。盗撮師が言う。で、今回の出来事は、土地開発によってそれが壊されたから起こったのですか？と秋葉が聞く。全くその通りです。それにしてもおかしい。それなら豪地により近い区画や、隣接部分の多い区画に、よりひどい災いが起こってもおかしくないわけですが、あそこだけに集中している。はい。それでは、これをご覧ください。彼は、また一枚の地図を出した。これは秋葉社長のお父上が分譲した区画図ですが、これもどことなく人型に見えるでしょう？確かに、トイレを示すマークをいくらか崩したような形に見える。そして、豪地とこの区画の位置関係は、このようになります。また地図を出す。それには二つの土地が赤鉛筆で囲ってあった。これ、型の部分に当たるところが隣接しているでしょう。母親、もしくは父親が、子供に添い寝をしているように見えませんか？あ。と声が上がる。確かにそう見えた。病気の子供をいたわって、親が添い寝している情景が浮かぶ。ここで気づいたことだが、一致の小手半は、添い寝だった。振り返ると、初めから添い寝と名乗っている。一致からすると深い意味はないのかもしれないが、なんだかゾッとしてしまった。管理がおろそかになって結界も弱くなり、ところどころほころびも出ているのでしょう。さらに今は、念を逃す水路は存在しません。だからその負の念は、隣の添い寝している人型へ移っている。人型から人型へ、他に流れ込むより自然だとは思いますよ。分譲地が人型になったのは偶然でしょう。しかしその結果、分譲地も城としての役割を受け持つことになってしまった。人型の分譲地に住む人たちも、人間である以上負の気持ちはあるはずで、意味事や昔で言う汚れも持っているでしょう。そうしたことが念を増幅させてしまい、その偶然が今回の不幸なことを招いてしまったみたいですね。俺も秋葉も言葉が出ない。ことは緊急を要します。すでに10人が亡くなっている。明日にでも応急処置にしかなりませんが、簡単なお祓いをいたします。それから、これは私が強制できることではありませんが、豪地を昔の状態に復旧した方がいいと思います。大崎氏によると、秋葉の親父さんの、はこれとは関係がないとのこと。人型の区画に長時間住んで初めて影響があるのであって、短期間入ったくらいでは命まで失うことはないだろう。おそらく、医者嫌いだったのが原因ではないだろうかと。しかし、神主はそうかもしれないと。強力な念が流れ込む土地に対して、型通りの儀式を行ったとしたら逆効果で。地鎮祭を見たわけではないから断定はできないが、影響はあったのではないか。と言っていた。上野、大崎の活躍により、この分譲地の謎は解き明かされた。以降は、一致や秋葉含む彼らと、この土地の後日談である。その後、秋葉は大崎氏に正式なお祓いを依頼したが、彼曰く。依頼をされればやるが、それは一時しのぎに過ぎないし、報酬ももらわなければならない。それより、一日も早く土地を元に近いように復旧して、根本的に解決させることが重要。今では昔の風習がなくなっているのですから、元の仕組みを復活させれば、豪地はその役割を終えて普通の土地に戻るはず。それなりの年月は必要だとは思いますが。結果的に、土地を改良するといっても、役所の認可など様々な手続きがある上、工事にも時間がかかるので、秋葉はお祓いを頼み、その後根本的な対処を行うことになった。また、お祓いを頼んだのは、大崎上の養子へのお礼の意味でもあった。お祓いは、大崎氏が主導して、上野さんが補佐という形で行われた。なぜか大塚氏も、お手伝いとして参加している。役に立ったのだろうか？また、ギャラリーには神田婆さんも現れた。そして、その後の土地改良計画を聞いて。これで私も安心して、寝る？と笑った。打足ではあるが、この後、大塚氏が大崎氏に弟子入りを願い出て、大崎氏は断るのに難儀したらしい。大塚と大崎の霊能珍道中スピンオフも見てみたい。土地の改良は、町とも相談した結果、秋葉、神田婆さん、渋谷氏をはじめとする、地元の古くからの住人の一部が出資し、水路を戻し、木を植え、小さな公園と合わせて浸水公園のようなものとして、それを町に寄付する形になった。水路は多くの部分が暗渠となったが、大崎氏によればさほど問題はないだろうとのこと。暗渠、下水道や、地下にある水路のこと。水流に汚れを封じ込めることこそが重要で、表に出ているかどうかは関係ない、ということだ。ただし豪地であった部分は、ビオトープのようなものにして、自然保護を理由に立ち入り禁止とした。それは、その後1年のうちに行われた。そして、
それから約2年が過ぎましたが、人型の分譲区画で自然、以外での、棒は発生していません。偶然と言ってしまえばそれまでですが、やはり怖かった。なお、人物は全て仮名です。わかった方もいるとは思いますが、山手線の駅名から拝借しました。また、アルファベットも、頭文字や関係のある文字ではありません。分譲地の会議は、霊能者たちによって無事に解決した。何か会議が起きた時には、霊能者に相談してみるのが一番なのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。家を買ったらこんなことが起こった。こういう土地はやばいらしい。そんなお話をご存知の方は、ぜひコメントで教えてください。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。